今年3月の本校の卒業式の式辞で、私は卒業生に先生より先に死んではいけないという言葉を述べました。これは事件から10年間ずっと心の奥にしまい込んでいた言葉でした。事件の時にこの学校にいた教員として決して口にすることができない重い言葉でした。この11年間私たちが受け継いできたもの、それは命がかけがえのない大切なものであるという先輩方の思いです。私たち一人一人が大切な存在であること、多くの人々に見守られながら楽しい学校生活を送ることができていることをかみしめながら、これからもより安全で安心できる学校を目指していきたいと思います。日々の感謝の中で今できること、そしてこれからしていかなければならないことをしっかり考え、自分たちが命の大切さ、安全安心な社会の大切さを伝えていく立場になることをここでしっかりと心に刻みます。